ヨハン・アンマンは、スイス生まれで、ロシア帝国で働いた、植物学者である。1739年に、東、ヨーロッパや、現在のウクライナの植物図フスターピアム・レリオラム、イン・インペリオ・ルースのスポーンテ・プロビニエンティアム・アイコンズ、イ・ディスクリプションズを編集した。シャフハウゼンで生まれた、オランダのライデン大学で、ヘルマン・グールハーフェの下で、医学を学んだ。 1729年に医学の学位を得た後、イギリスの博物学者、植物収集家のハンス・スローンの収集品の研究、整理のために働いた。1731年に王立協会の会員に選ばれた。ヨハン・グメリンの勧めで、ロシアのサンクトペテルブルクに赴き、ロシア科学アカデミーの会員になった。興味深い植物をスローンに送り、 1736年から1740年の間にはカール・フォン・ィンネと頻繁に連絡を取り合った。1735年にサンクトペテルブルクのワシリエフスキー島に植物園を設立し、1739年にサンクトペテルブルクの宮廷司書館の娘と結婚し、1740年からロシア科学アカデミーの植物学の教授を務めた。 サンクトペテルブルクで没した。1739年の著書、スターピアム・レディオラム・インペリオ・ルースのスポーンテ、プロビニエンティアム・アイコンズ・イ・ディスクリプションスは、植物285種の図を含む、植物図譜で、図版は、スイス生まれのイタリアの版画家、フィリップ・ギオルク・マターノビア・ロシアのフィリッポ・ジョルジョ、マターナバイが制作した。アンマンは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ヨハンアンマンを示すのに使われる。ありがとうございます。